3分観察を教えちゃう。この番組はのどぐろ教え役の原田さやかが与えられたテーマを3分間ひたすら話していくミニ番組です。今回のお題はセクシーについてということなんですけど、セクシーセクシーボイス入りましたね。セクシーについてですか。でもね、今日来ていただいた浅川さんってもうなんかセクシーの象徴みたいな感じに思いました。私はもう来た時からセクシーです。私一個憧れてるのがあって、セクシー仕草みたいなので、セクシー仕草、髪をファッてかき上げるみたいな。今日何回か見た。そうなんですよ、さんの向かいに座っておられて見たんですけど、もう本当にセクシー。私もやりたいって思いました。やってやってみて。なんか昭和を感じる。なんでですか。あれおかしいな。セクシーなりたいの。なりたいですよ。なんかセクシーになりたいです。女性なので、大人の女性なので。ちょっとじゃあ分かりやすくのラジオを聞いてる人に、ラジオってこう番組を聞いてる人に分かりやすく、ちょっとこうセリフ的にちょっとセクシーを表現してみてほしいな。セクシーを表現、ちょっとここの、このこれでいいよ。いつものいつもセクシーに読んでみて。どれですか、この番組はですか。そうじゃあ行きますね。この番組はのどぐろ教え役原田さやかが与えられたテーマを3分間ひたすら話していくミニ番組です。今回のお題はセクシーについてということで、浅川さんどうですか、このどうですか、どうですか。ちょっとコメントお願いします。いや、セクシーわかんないですけど、あの人それぞれ違うと思うのでダメだった、いいと、さらに良くするにはなんかアドバイスをいただけたら。どうなんでしょうね、また受け取る人によってセクシーって違うじゃないですか。そうですよね。例えばね、もうその彼女姉妹さんたちのような方々をとてもセクシーだと感じる人もいれば、逆にこうボーイッシュな人から何気なく出る仕草がセクシーだと思う人もいるし、人によってまあある意味性癖みたいなもんですからね。その受け取り側によってどこをいいと思うかはねえ、分からないですから、あれですけど。吐息とか大事なんですか。どうなんでしょうね。でも吐息、なんか与えるセクシーと受け取る側のセクシーって違うような気もするんですよね。深いですね、セクシー感が。そうですね。なるほど。まあでも一般に、一般論としてはやっぱり子供っぽいよりは大人っぽい方がセクシーなのかな。やっぱ大人の女性にまずなってみたらいいんじゃないですか。なるほど、大人の女性。じゃあ何でしょうね。あ、終わっちゃった。難しいですね。難しい。いや、今回しかも3分間さえちゃんが語るっていうよりも浅川さんのセクシー講座、後半ちょっと20秒ぐらいもらっちゃいましたね。ごめんなさい。いただきました、はい、ありがたいお話を、ね、聞いてしまいました。いかがですか、セクシー講座を聞いて。いや、あと何年か経てば私もセクシーになれると確信しました。なんかあんまセクシーになんか育つタイプではなさそうな気もするけれども、セクシー目指したいんですけど、まあちょっとね、ふとした瞬間にこう現れるセクシーもあるってさっきおっしゃってた。そっちのタイプですかね。あやちゃんのセクシーがね、生まれるかもオリジナルの、知れない、はい、経験を重ねます、はい、じゃあ今回は特別版だったということで、そろそろ終了です。赤崎千夏と原田沙耶香がお届けするレディオギリングバイツ、もうダメだ。レディオギリングバイツ獣人ウォッチングはインターネットラジオステーション音声で毎週金曜日配信中です。こちらもよろしくお願いします。